イテム番号 SCP-713-JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-713-JP は現在その存在を確認できていません。物理的な収容に至っていないため、収容担当職員はサイト内の監視カメラに SCP-713-JP と見られる存在が確認されていないか調査を続けてください。SCP-713-JP が再度出現した場合、プロトコル、アゾッホに従い、対象への接触を試みてください。接触は2人以上の上位レベル職員の立ち会いと監査の下で細心の注意を払い言ってください。説明 SCP-713-JP は、1989年に初めて確認されてから、日本国内の財団施設にて散発的にその存在を確認されていた2人組、1992年より、3人組で出現する場合あり、の人間型の存在です。以下にその特徴を示します。SCP-713-JP、A4 足首から先が極めて平たく、スコップ状に歪曲して変形している50代後半に見える男性です。歩くのには適していないほどの大きさにその足は平たく伸ばされており、それを用いて地面を掘ります。SCP-713-JP、B 頭部が細長く伸びた火箸のように見える人型存在です。インタビューによれば火箸のそれぞれの根元に猫の眼球のように見えるものが針金で固定されています。SCP-713-JP、A によって掘られた穴から、口述の SCP-713-JP、α を取り出します。SCP-713-JP、C1992 年以降出現が確認されるようになった20代前半の若い女性の姿をした人型存在です。一般的な人間のよう手足を切り、銅線で切断面に金属製のドリルを縫い付けたような見た目をしています。その身体的特徴から立ち上がることができず、常に四つん這いの状態で出現します。SCP-713-JP は、SCP、職員、非職員関わりなくその前に現れます。記録上、収容室内や D クラス職員房に現れた記録はありません。SCP-713-JP の出現した状況の分析から、SCP-713-JP は、何かから逃げる、人間の前に散発的に出現すると推測されています。現れた SCP-713-JP、A あるいは SCP-713-JP、C は出現地点付近を掘削し、ある程度の深さ、毎回異なる、まで掘り起こしたところで SCP-713-JP、B がその穴から何らかの、逃走を可能にする物体、を掘り出します。以下。SCP-713-JP、α と記述、掘り出したアイテムを渡すと、SCP-713-JP は消失します。ほい、SCP-713-JP 出現記録。出現記録1、日付1989年04月19日。状況別任務に当たっていた D クラス職員、D-603 が実験中に逃走。直ちに機動部隊が追跡するも、D クラスはサイト、81、内に潜伏、逃走。潜伏中、D クラス職員の前に SCP-713-JP が現れたと見られる。記録の上では初めてその存在が確認された例となる。SCP-713-JP、α 機動部隊員の制服一式。記載されていたナンバーの制服はちょうど D クラス職員の確保に当たっていた機動部隊隊長のものと同一であったが、細部のほつれに至るまで同じであった。結果10ヶ月後に新潟県、市にて窃盗の容疑で日本警察が D クラス職員を再逮捕。D クラス職員は問題なく通常業務に再割り当てされた。D クラス職員へのインタビューにより現在の SCP-713-JP の存在が財団に認知され、仮番号、SCP-4467-JP テムプ、を割り当てられた。出現記録に、日付1990年06月4日。状況 SCP-JP の収容違反が発生、職員を襲いながら脱出を画策。避難中の、研究員の前に SCP-713-JP が現れる。SCP-713-JP、α1 株のイチゴの植木鉢。結果研究員はこれを用いて SCP を撃退、再収容に成功。収容プロトコルは即時見直された。これをもって、SCP-4467-JP テムプは正式に、SCP-713-JP に分類された。出現記録8、日付1992年08月17日。状況要注意団体のエージェントがサイト8181に潜入。SCP-JP を盗み出そうとしているところを発見され逃走。
SCP-713-JP、アルファサイト、8181レベル3職員、研究員の人事ファイルと個人情報に関わるいくつかの書類、家族構成とその名前、これまでの研究成果。性的趣味や思考の記載された財団入り前の調査用。エージェントはこれらの書類からレベル3職員の自室のパーソナルコンピュータのパスワードを推測し正門から逃走。レベル3職員はレベル2への降格と8ヶ月の減給処分となった。結果2週間後に回収。エージェントへのインタビューにより SCP-713-JP-C の存在が初めて確認される。出現の3ヶ月前にサイト、8181が改装され、周辺の地盤ごとコンクリートで固められていたのが原因か。出現記録19、詳細不明。日付1996年11月13日。状況収容されていた人型 SCP-JP が収容室から脱走。SCP-713-JP、アルファ1丁の拳銃と一発の弾丸。結果3時間後に SCP-JP はサイト、81、8階廊下にて発見される。対象は廊下にて頭部に銃弾を撃ち込まれ死亡していた。SCP-JP の死体のそば、8階と7階の間のコンクリート床が掘り返されており、コンクリートに開いていた穴と周辺に散乱していた破片、拳銃の合計体積がほぼ一致し、SCP-713-JP によるものであると推測された。詳細不明。ほい、当時の SCP-713-JP 収容担当職員が日本支部理事に送付した書状。SCP-713-JP は程度の差こそあれ、これまでの19件すべて日本支部のサイト各所に現れ、大小の被害を生じせしめています。収容作戦、713JP、アルファの計画書を送付いたしましたので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。収容作戦、713JP、一を承認。日本支部理事。収容作戦、713JP、一、出現記録20、日付1996年12月17日。状況作戦では、衣服に小型カメラと録音機を気づかれぬよう取り付けた D クラス、作戦リトライの度に変更、を、財団職員の過失を演出する形で収容棒から声に逃走させ、SCP-713-JP の出現を狙った、出現が確実に発生するものではなかったため、9度、作戦は失敗。10回目にて SCP-713-JP が D クラスの前に現れた。SCP-713、アルファ録音記録を参照。結果録音記録を参照。録音、録画記録、SCP-713-JP、1。対象 SCP-713-JP、A、B、C。付近 D クラス職員のカメラに SCP-713-JP が映った段階で収容担当職員が直接 SCP-713-JP の出現した地点に向けて出発した。2分後に到着。逃走中の D クラスがサイト、81、の廊下を曲がる。カメラに SCP-713-JP と思われる3人が映る。SCP-713-JP、A 北海。D クラス職員は、お前と。SCP-713-JP、A ちょっと待ってなよ、お兄ちゃん、今助けてやるからな、すぐに安心させてやるからな。D クラス職員うるせえ、どけ、逃走を続けようとする。SCP-713-JP、B がそれを制止、押さえつける。SCP-713-JP、A 追われるのは辛いだろうよ、なあ本当に苦しいよなあ、今このダボハゼメがここ掘り返してんからよ、じっと待ってなよ、じっと待ってなよ。D クラス職員、SCP-713-JP を激しく罵倒し、暴れるが SCP-713-JP、B を振りほどけない。SCP-713-JP、A ソーラを急ぎだぞ、早くしろ。SCP-713-JP、C を手に持ったハンマーで激しく殴打する。SCP-713-JP、C は無反応。D クラス職員な、何を。SCP-713-JP、A ほーらこれだこれだ。はい、どうぞ。うまく使えよう。SCP-713-JP、B が床に頭部を挿入し、カゴに入った卵に見える何かを取り出す。SCP-713-JP、A じゃあな、うまく逃げられますように。SCP-713-JP が D クラス職員に SCP-713-JP、アルファを渡す直前、収容担当職員が機動部隊を連れて現場に到着する。SCP-713-JP、A あら、あらあらあら。収容担当職員、遅くなりました。
SCP-713-JP を確保します。機動部隊が SCP-713-JP らを取り囲む。SCP-713-JP、あっは、こりゃ素敵だ、ピンチだよ、追いかけられるんだ、あっは、ついに来た、ついに来た。D クラス職員は、うわ。SCP-713-JP を押しのけ逃げ出そうとする。SCP-713-JP、C がそれに飛びつき、獅子で D クラス職員を拘束。D クラス職員はバランスを崩して倒れ込む。SCP-713-JP、B、C ついに来た、ついに来た。収容担当職員、SCP-713-JP、A、B、C 逃げる番だ。カメラからの映像が途切れる。収容報告書カメラからの映像が途切れたため、追加の職員を現場へ派遣。現場から職員、および SCP-713-JP が消失していた。現場には地面が掘り起こされた痕跡が残っていたが何を掘り起こしたかは不明。収容作戦 713JP、1から現在に至るまで、新たな SCP-713JP の出現は記録されていません。